おい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 。追いついた思って喜んでたら、このざまかよ。ほんまに。さよならって。もうほんまにしんどい負け方せんといてくれって、ほんまに。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後に見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ベイスターズ対ジャイアンツの試合解説の方をやっていきたいと思っております。はい、まず得点を振り返る前にですね、一言メモを言わさせてください。はい、ですね、一言メモはですね、いい感じに、まあ、追いついたにもかかわらず、まあ、さよなら負けと。で、やはり先発の井上投手、ボール先行が多くて厳しかったっていうところ、一言メモで、僕の今日の感想でございますと。はい、やはりですね、まあ追いついてね、いい感じで、カズマのホームランで追いついたんですけども、やはり、点を取られてた、序盤に点取られてたっていうところも、やはり井上投手のね、ピッチング、やはりボールから入って、2ボールスタートっていうのが圧倒的に多かったんでね。うん、まあ、安倍監督も、まあ、その終わった後に言ってましたけども、なかなかこう、操れるボールをね、使えてないというかね、操れてないんだったら、違うようなスタイルに、その試合は変えていかないといけないっていうところが、まあ、本当におっしゃる通りであると思うので、そこはね、見ててね、すごくね、こう、いいテンポでいけないっていうところが、まあ、失点につながったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい。でですね、今日はですね、構成としてはですね、まず打順を、両チームの打順見ていきまして、で、得点シーンさらっと振り返っていきまして、僕が気になったところを見ていく、この3本の構成でね、やっていきたいと思います。はい、じゃあまず打順をちょっと見ていこうかなというふうに思うんですけども、はい、こちらになりますと。はい、まあ、今日は井上投手が先発で、DeNA も平投手がね、投げてますと。で、まあ、平投手も元々ジャイアンツにいたピッチャーですと。で、先日かな、2日前のオーダーからするとですね、まあ、簡単に言うとですね、まあ、DeNA は、センターに関根選手入れてたんですけど、もともと。今日は1番に桑原選手、センターで入れておりまして、で、レフトもですね、この間は鈴子選手が出てたんですけども、今日は佐野選手に変えてきてますと。やはりこの間、鈴子選手なかなか内容が良くなかったというところで、まあ、変わったのかなというところはしますと。で、ショートに関しても、この間森選手が入ってたんですが、今日はですね、大和選手が、まあ、8番で入っているというところで、結構ね、大幅に変えてきたなっていうところは、DeNA からするとね、ありました。はい。で、対するジャイアンツなんですけども、ジャイアンツはですね、変わったところというと、2番の佐々木選手、まあ、レフトで出てたんですけども、先日ね。そこをですね、立岡選手が今日、レフトで出る、ことになって、2番、佐々木選手が入ってたんですけどね、吉川選手が2番に、セカンドという形で入って、おりますと。で、僕、この打順としては僕非常にいいんじゃないかなというふうに思ってて、まあ 2番とまあ5番というところが非常にね、なかなかこう固定できてないというか、難しいという言われたところで、吉川選手が入ってくれたことによってね、まあ、状態も、悪くないと思いますし、非常にね、いい流れで、攻撃をいけるんじゃないかなというところは非常にありますと。で、まあ今日もですね、まあ3戦連続かな、ファーストで大城選手が起用されているというところで、まあバッティング非常に期待したいなというところでございますと。はい。で、得点シーンをね、さらっと振り返っていきたいと思うんですけども、そのね、5番に入った大城選手が、まず先制のホームラン。はい、非常に素晴らしかったですね。外から真ん中に入ってきたスライダーをね、ホームラン打ったというところで非常に素晴らしかったと思います。ただしかし、3回裏ですね、ワンアウトランナーなしから桑原選手にホームラン、うん、被弾しますと。で、4回裏もワンアウト一塁から浅野選手にね、浮いたフォークボールをフルスイングされまして、ライトスタンドにツーランホームラン。うん。一発構成ですよね。で、5回裏、ツーアウト三塁というところで、オースティンに、センターオーバーのツーベースを打たれて、追加点と。で、8回表、ここは先ほど言ったように、ジャイアンツいい攻撃だったんですけども、まあ、ノーアウト二塁からヘルナンデスのセンター前ヒット。まあ、桑原選手がね、少しファンブルをしてしまって、点が入ったという形になります。で、ノーアウト一塁で岡本選手のツーランホームラン。これが素晴らしいホームランでしたね。いいボール。
というか、速い球、153キロだったかなっていうところだったんですけども、しっかり、内角の低めに来たんでね、うまく捉えられたんじゃないかなというふうに思います。あれがインハイに来てたら、多分おそらくホームランにはなってなかったと思うので、そういったところで、速い球が来たんだけども、非常に、自分の体から距離が取れる低めに来たんでね、ホームラン打てたんじゃないかなっていうふうに思います。で、10回裏ですね、ワンアウトランナーなしから宮崎選手のサヨナラホームランというところで負けておりますと。で、ケラー投手とね、宮崎選手非常に相性が良くてというか、ケラー投手からしたら相性が悪くて。で、今年全4失点してるのかな、ケラー投手4失点してるんですけども、すべてホームランでの失点というところで、逆にまあ、フォアボールとか、ホームラン以外での点は取られてないというところはまあ、すごいところではあるんですけども、少しね、一発病というところがまあ、あってね、ちょっと悔しい、敗戦になったというところでございますと。はい、じゃあちょっとね、こっからね、僕が気になったところをね、皆さんにできるだけわかりやすく、面白く伝えていきたいと思っております。はい、まずですね、一回裏ですね、先ほど言ったように1番に今日桑原選手入ってますよと。で、やっぱり桑原選手って僕の印象的にですね、非常にまっすぐに強い印象。うん。で、初球からガンガン振ってくる印象がありますと。なんですけども、そこの桑原選手にね、ストレート4球行きまして、その4球目のストレート、弾き返されまして、センターオーバー打たれると。うん。ここでちょっと、やばいなっていう感じは正直してました。ただしかし、その後のね、渡来選手、レフトフライ。で、オースティン、ですね、サードゴロ。はい。で、ツーアウト三塁で牧選手のライトフライというところで、ノーアウト二塁からしっかり抑えれたっていうのは、井上投手ね、非常に良かったんじゃないかなっていうふうに思います。で、次気になったところは2回表ですね。はい、2回表。これ先頭の大城選手が、まあ、ホームランを打つわけですけども、やはりね、まあ、右サイドハンドというところで、まあ、左バッターからしたら非常に球が見やすいというところがあると思いますと。で、そこのね、スライダーというところ、非常にね、スライダーとシンカーというところね、横の揺さぶりをね、うまく使って、抑えていくピッチャーですけども、そのスライダー、入ってきたスライダーをしっかり、打ててね、ホームランというところで、非常にいい待ち方というかね、間が取れてるというか、うん、いいタイミングで振り抜けたなっていうところはしますと。で、まあ、ツーアウトになって、門脇選手がこれサードの内野安打打ったんですけども、これも非常に良かったなというふうに思ってて、その理由はですね、8番に今日、門脇選手入ってて、まあ、9番にね、井上投手が入ってるんで、そこでね、門脇選手が出塁することによって、9番まで回すことができて、次の回1番からスタートできるっていうところがあるんで、非常にね、このヒットっていうのは価値が大きいヒットだったなというふうに思います。はい。で、次ですね、2回裏ですね、この回はですね、チャンス、DNA チャンスだったんですけども、ゲッツーで得点奪えなかったというところです。はい、ここもですね、先頭の宮崎選手が、ライト前ヒットと。で、ノーアウト1塁から佐野選手のセカンドゴロ。で、ワンアウト2塁から、山本選手のね、6E というかね、門脇選手のちょっとエラーがありました。これもね、2塁ランナーとね、こういう風に、ランナーが前にいて、後ろに門脇選手がいたとして、ちょっとね、このショートライナー的なところが来たんですけど、それでランナーのこの、なんて影にね、ちょっと隠れてしまって、ちょっとこう、いきなりこうボールが飛び出してきたみたいな形になって、まあエラーになってしまうと。まあこれは、まあ仕方ないと言ったらあれなんですけども、非常に難しい打球の処理であった、あったなとは思いますと。で、ここでワンアウト一三塁という大ピンチ、ジャイアンツからしたら大ピンチを迎えるんですが、ここで大和選手をね、5-4-3 のダブルプレイ、しっかり打ち取れたっていうところは非常に良かったなというふうに思います。で、先ほど打順でも言いましたように、この間森選手が入っててね、今日大和選手が入ってるんで、どうなるかなというところありましたけども、この時点ではですね、ゲッツを取れたというところで非常にいいんじゃないかなというふうに思います。で、次ですね、3回表ちょっと気になりましたね。はい、この回はね、非常にいい感じで行ってたんですけども、ジャイアンツ点が取れないという回ですね。丸選手がセンター前ヒットで出ましたと。で、2番に今日入った吉川選手がバント決めますと。で、ヘルナンデス選手ね、非常にいい当たりではあったんですけども、センターフライに取られると。はい。で、2アウト2塁でここで岡本選手ですよね、4番のね。ここも、まあ、センターフライに打ち取られるわけですけども、やはりね、まあ1打席目、2打席目、1打席目空振り三振でしたけども、2打席目はですね、まあセンターフライというところで、非常にね、横の揺さぶり、うまくね、使われてるなというふうに思います。シンカーというボールもそうですし、スライダーというところもそうですし、その2つだけにならずに、まっすぐもうまく使いながらね、
意識させながらやってるね、この山本投手のリードっていうのは非常に素晴らしいなというふうに思います。で、ここのセンターフライもスライダーで打ち取られてしまうというところです。で、3回裏ですね、気になりました。ここね、ワンアウトから、まあ、桑原選手にホームランを打たれてしまうんですが、ここね、先ほど言ったように、初回ね、ストレート4球いって、センターへのね、二塁打を打たれてるっていうところがあったんで、やはりね、バッテリーからしたら、先ほどストレート打たれてる、それにましては4球もストレートを見してるっていうところで、ストレートを投げにくいと思うんですよね。で、そこで初球のカーブを行くんですけども、これがボールになっちゃうと。で、そこで、2球目カットボール行くんですけど、それがね、高めに入ってしまってホームランになってしまうというところで、やっぱりね、今日の井上投手の投球見ててね、ちょっとね、まあ僕イライラしたんですけど、やはりこのストレートというかね、初球のストライクがなかなか取れてないというところが問題なんですよね。で、カーブであったりとかスライダーであったりとかまっすぐとかいろいろ投げてますけども、結局ツーボールとか、スリーボールになる時もあったと思うんですけど、やっぱりそういったカウントにしてしまうと、バッターからしたらもう打ちやすくて仕方ないんでね。そこはね、もうどうにかね、やっぱりね、打たれてるバッターではあるんで、やっぱりね、初球のカーブ、相手は絶対待ってないだろうから、そこはしっかり取ってほしいんですけど、そこでね、取れないっていうところが、今の井上投手の実力じゃないかなというふうに思いますと。で、ですね、これはすごく上手かったなっていうプレーなんですけど、まあ4回表で、ワンアウト1、2塁で、門脇選手がまあ、ピッチャーゴロのゲッツーを打ってしまうんですけど、ここね、平良投手ね、非常にナイスフィールディングだったと思います。少し先っぽの打球で、そこまで速い打球ではなかったんですが、そこをしっかりね、ショートバウンドで、マウンドで投げ終わってからすぐ取って、二塁に送球してっていうところで、ゲッツーを取ったっていうところで、素晴らしいプレーだったな、というふうに思います。で、ここですよね、4回裏、まあ、点を取れられてしまう回なんですけども、ここですね、牧選手をね、うまいこと、スリーボールから三振取りましたと。ここは良かったと思いますと。で、ワンアウトから宮崎選手、まあ、センター前ね、これも打ち取ってるんですよ。打ち取ってるんだけども、どん詰まりなんだけど、これ落ちるっていうところで、やっぱりいいバットの出し方をしてるから、やっぱ落ちるんですよね、そういうバッターっていうのはね。で、結局これワンアウト、ランナー一塁で佐野選手にホームラン打たれちゃうんですけども、このヒットがなかったらソロホームランで収まってるわけですよ。うん。だけども、スライダーボールになって、結局またこれもボールからスタートでしょ？で、フォークボール行って高めに浮いて、それを佐野選手フルスイングでガーン行ってホームランっていうところで、もう勘弁してよっていうところ、っていうところで、まあその、やっぱりボール先行が多すぎると、あまりにも。うん。そこはやっぱ絶対反省しないといけないし、ある程度やっぱゾーンに投げ込んでいかないといけない。あんだけ力強いストレートがあるんだったら、ファールでも取れるって。うん。だからそれぐらいの気持ちでいった方が僕はいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、次ですね。5回裏行きましょうか。5回裏。この回から、赤星投手がね、投げてますと。で、僕赤星投手もちょっと今日ね、ピリッとしないなっていう感じだったんですよね。まず、球速が出てない。うん。球速が出てないし、ちょっとボール先行が多いんですよね、赤星投手も。ちょっと、井上投手の、まあ、ペースに引きずられたような形になってしまってるっていうところがありました。で、この回も5回裏ね、先頭の、京田選手にこれ、センター前ヒット打たれますと。で、ノーアウト1塁から桑原選手にファーストゴロ。で、ワンアウト2塁で渡来選手にこれ、ファーストゴロというところで、ランナー3塁まで行くんですよね。で、2アウト3塁でオースティンで、これ、ライトオーバーじゃない、センターオーバー打たれるんですけど、これも結局スリーボールワンストライクというところで、まあ、苦し紛れにカットボール行って打たれるというところで、やっぱり、井上投手もそうだし、赤星投手の今日もそうでしたけども、やっぱりボール先行があまりにも多すぎるっていうところ、リズムに乗っていけない、こんな、ピッチングじゃね。うん。やっぱり、まあ、厳しいこと言ってるけど、やはりちょっと疲れももしかしたら溜まってきてるのかなっていう感じはします。はい、正直ね。中継ぎ陣とかもそうですね。はい。で、次気になったところ、これ6回裏ですね。うん、6回裏も、ここはですね、非常に痺れた場面。点はね、取られなかった。ピンチを迎えるも取られなかったジャイアンツっていうところなんですけど、これ、2アウトからですね、山本選手の、レフト前ヒット。で、山本選手の、ライト前ヒットというところで、2アウト1、2塁を作ってしまうんですよね。で、ここで代打がね、筒香選手出てくるんですよ。先ほど言ったように、初戦の時ね、あまり内容が良くなかったんで、まあ、ベンジンいたんですけど、まあ、ここで代打切ってくるんですよね。で、ここで僕は痺れたっていうのは、ここでインコースのストレート、インハイのストレートを4つ行ったんですよ。4つ行ったんですよ。普通で言ったらね、難しいと思うんですよ、4つ。まあ、投げ切る方もそうだし、なかなかね、4球続けて同じ球、同じコースに投げ切るっていうのは、要求するっていうのは、
なかなか難しいです、正直言うとね。でも、それぐらい、インハイという場所に、筒香選手がね、弱点を持ってるから、そういう配球をしたんじゃないかな、というふうに思ってて、ここは痺れました。で、やっぱりね、赤星投手もやっぱり、ある程度コントロールはいいですから、そこでね、しっかり投げ込めたっていうところで、しっかりセンターフライに打ち取れたっていうところは、ここはね、めちゃくちゃ痺れた場面だし、ここでもしね、一発なんかを打たれてたら、もうこの試合終わってるわけなんで、間違いなくね。だけども、ここでしっかり抑えたっていうところは、先ほど言ったように同点になった、原因というかね、要因にもなったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、ここですよね、7回裏。はい、ここもピンチをしっかり抑えたっていうところなんですけど、この回から平内投手が上がってますと。平内投手も非常に状態いいですよと。で、ワンアウトから渡来選手にフォアボール出してしまうと。で、オースティンをワンアウト一塁で空振り三振。ただしかし、ツーアウト一塁で牧選手にこれで、レフト線のね、二塁で打たれてしまうと。で、ここでツーアウト二三塁で宮崎選手ね。で、ここ絶対絶命じゃないですか。宮崎選手、いやらしいじゃないですか。もう一番いいバッターだと思ってます、僕ね。で、ここで、ショートゴロに打ち取るんですけど、ここでね、ここは配球良かったですね。はい。どういうことかっていうと、ストレートでボール。で、スプリットでボール。ツーボールなんですよね。で、ここでスライダーでストライク取ると。で、ツーボールワンストライク。で、スプリットでファール取るんですよね。で、ここでツーツーになるんですよ。で、おそらくですけども、宮崎選手、この配球を見てると、おそらく外のまっすぐか、外のスライダーが来るだろうっていう風に張ってると思うんですよね。ただしかし、ここで真逆のボール行くんですよね。ストレートのインサイドっていうボール行くんですよ。で、ここで、ボールになってしまうんですけども、宮崎選手は明らかに待ってないようなね、こういう感じでしょ？バーンってこう、外に踏み込んでいこうと思った時に打ち来たっていう感じの反応するんですよ。これで、完璧にね、宮崎選手狂ったと思うんですよね。で、ここで最後スライダー行って、ショートゴロに打ち取ったっていうところで、ここでね、2-2 の場面からインサイドにまっすぐ行けたっていうところ、まあ、結果的にボールになってしまったけど、次のね、スライダーがめちゃくちゃ活かされたんで、そこはね、非常にいい配球だったと思うし、平内投手もね、腹くくってね、よく投げたなというふうに思います。で、8回もですね、ここの回はですね、巨人が点入る、ところですけども、ピッチャーウィックっていうのが出てくるんですよね。正直、ウィックっていう投手はあんま知らなくて僕ね。うん。で、先頭の吉川選手がこれ、ツーベースね。レフト線ツーベース。で、ノーアウト二塁からヘルナンデスがこれ、センター前ヒット打つんですよね。で、ここで、まあ、桑原選手がですね、ファンブルしちゃうんですよね。普通だったら、1、3塁で止まってたところを、ファンブルしちゃったから、これ、ホームまで帰ってきたんですよ。これがね、ちょっと痛かったね。DNA からしたらね。はい。で、ここでノーアウト一塁で岡本選手、カットボールがボールになって、カットボールをね、ファール打って、で、ストレートの、先ほど言ったように、インコース低め、インローに来て、それをホームランというところで、早い球ではあったんですけど、非常にうまく対応できたなというふうに思います。まあ、このウィックって投手どうなんですかね、あんまり、まあ、この日だけしか見たことがなかったんで、わからないんですけど、吉川選手、ヘルナンデス選手、岡本選手ね、すぐこんだけ捉えてるっていうところで、球も速いんだけど、しっかり捉えてるっていうところで、何かフォーム的に見やすかったりとか、球質が、すごく打ちやすい球質なんかなっていうふうに正直思いました。で、その後に徳山選手ね、出てきまして、徳山投手出てきて、そこから大城、岸田、立岡って全部ね、三者凡退に打ち取られてるんで、初めからウィックじゃなくて徳山投手出せたら、ジャイアンツからしたら、おそらくこんな展開にはなってなかったんじゃないかなっていうふうにも思うんですよね。はい。で、8回裏ですね。ここはですね、まあ、泉投手がまた出てくるわけですけども、まあ、ワンアウトから山本選手をフォアボール出しちゃうと。あ、ちょっとやばいなっていう感じはしてたんですけど、ワンアウト10位で山本選手をこれ 4-6-3 のダブルプレイね、3ボール2ストライクまで行くんですけど、ラインの人という形で、4-6-3取れると。で、ここも守備陣非常に上手かったですし、山本選手ね、今日、まあ、スタメンに出て2個ゲッツーというところで、まあ、DNA からしたら非常に痛かったなっていう感じはしますと。で、最後じゃないわ。9回裏ですね。9回裏、ここもね、ちょっとね、高梨さんのエラーがあったんですよね。まあ、この回も抑えたんですけど、ちょっと危ないなっていうところがあったんで紹介させてください。で、ワンアウトから、桑原選手に、まあ、ピッチャーへの内野安打を打たれたんですけど、まあ、折れたような、バーンと折れたような形で、三塁とピッチャーの間ぐらいにゴロ行ったんですよ。で、普通であればですね、まあ、左ピッチャーの高梨さんですから、三塁側のボールを取ったとしても、一塁投げるときに反転しないと投げれないんで、結構難しいんですよね。で、そこで、まあ、サードに任せてたらいいかなっていう感じの打球だったんですけど、高梨さんがバーって走って、取って、そこからこう、
回転してね、スローしたんですけど、投げたんですけども、それが暴投になってしまうというところで、果たしてこの展開で、4対4という展開で、本当に、そこを深追いしてまで、やるべきだったんかなというふうに思うし、もし、完璧な送球をしててもタイミングがセーフだったんですよね、スローで見るとね。っていうところで、本当にサードに任せたらいいんじゃないかなとも思いましたし、本当に、まあベテランだとは思うんですけども、ここはね、それをする場面ではなかったなというのを僕正直思いますと。で、ワンアウト二塁から渡来選手ショートフライ。これもね、門脇選手がね、非常に素晴らしいキャッチをしますと。これもしかしたらね、この、これが落ちてて、タイムリーになってサヨナラ負けてたかもしれないんですけど、ここでね、門脇選手がファインプレーというところで素晴らしかったと思います。で、ツーアウト二塁で森選手のセカンドゴロというところで、この危機をね、しっかり、抑えることができました。はい。で、最後です。10回裏ね、ケラー投手が、まあ、ワンアウトから、宮崎選手にホームランを打たれるわけですけども、ちょっとね、これやっぱり、まあ、相性とかの問題もあると思いますし、まあ、この、全投球を見てもですね、ストレートでストライク取って、で、スプリットでボールになって、で、ストレートがボールになって、で、ツーフボールワンストライクというところで、表記ではね、これスライダーって書いてるんですよね。で、まあ、ケラー投手って、ストレートと、スプリットと、まあ、パワーカーブみたいなのが結構ね、まあ、特徴的なところで、まあ、おそらくこれスライダーなんでね、だからそこをどういう風に考えてスライダーを出したのかはちょっとわからないですけども、まあ、おそらく根拠があってね、多分出したとは思うんですが、ここでね、まあ、一発は許されないというところの場面で、まあ、果たして、このボールを投げるべきだったのかというところと、このボールを、スライダーというボールをね、しっかり操れるという根拠があったのかなっていうところは、しっかりね、反省してもらいたいなというふうに思うし、まあね、打たれたから言ってるわけではないんだけども、やはりね、打たれるときってやっぱりある程度ピッチャーからしたら自信のあるボールとかね、っていうところで、打たれるんだったらまだしも、ちょっとね、あまりこう、得意じゃない球種で打たれたら、なんか結構後悔が募ったりとか、する場合が結構あるんで、そこはね、まあ、岸田捕手も分かってると思うんですけども、そこはね、ちょっとね、これまでね、こんだけケラー投手が宮崎選手に打たれてるっていうところがあるんで、少しね、裏を書いてじゃないけど、スライダーを行ったのかなっていう感じはしますけども、その裏を書いたものもまた打たれてしまうっていうところも、まあ、野球の難しさだなっていうふうに思いました。はい、そんな感じでですね、今日はちょっと、やり方変えた感じでね、やらせていただきました。この動画のスタイルもですね、ちょっとね、まあ僕はアメリカ行ったりとか、まあいろいろするんで、ホワイトボードでね、できないっていう環境下にあるんで、ちょっとね、こういうスタイルで今後ね、やっていきたいと思うので、これのね、感想なんかも教えていただけると非常に嬉しいなというふうに思います。はい、そんな感じで、ね、今日は悔しい、敗戦でしたけども、また明日からね、しっかり、応援していきたいと思いますし、皆さんもね、ぜひね、ジャイアンツ応援してあげてください。そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。